おうちで動物園番外編。
レベルアップをしましょう。次はなんとこの
たバランス感覚を持っていることでも有名です。じゃあ次はこれを使いましょう。これは丸太です。次はこの丸太を猫がなんと乗りこなします。さあそれでは丸太ここに置きましょう。あれ、でも挑戦する猫どこにもいませんね。皆さんどこかで猫見てませんか？探してみませんか？あそこ、あそこ、あの猫は寝てるだけです。自分でスタンバイをしてもらいましょう。座席コーナーを
一番上まで登ります。どうやってしなやかな体つきでぐるりと螺旋階段を登ったら若葉の綱渡り位置についてスタート。走れました。気をつけて、気をつけて、皆さん見てください。この若葉の真剣な表情、尻尾を使って上手にバランスを取っているのが分かるでしょうか。最後まで気をつけて若葉、始まりから皆さん若葉に大きな拍手をお願いします。全校長、もう一度あちらのスタート台へ戻っていってくれるようです。帰り道、手拍子で応援です。頑張れ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 頑張って順調に順調に順調に頑張れ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 最後まで順調に頑張って横にしない横にしない頑張って前向いて頑張れ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 。ヒヤヒヤしましたが、見事素晴らしいでございます。来ましたわ。ご視聴者のワンちゃんでした。さあ、それではやってきたワンワンはここでお別れ。バイバーイ。あれ、あったか上手にお家に帰ることができました。さて、早いもので次が最後の猫のご紹介です。最後は一番前最前列におかけのお客様のお膝の上お散歩に行きます。お荷物は椅子の下、手はこんな風にしてお膝を広く開けてまってみてください。小さなお膝もありますよ。皆さん、お膝の準備大丈夫でしょうか。ありがとうございます。それでは、キャットストリート最後の猫、ご紹介しましょう。皆さん、正面の塀の上にご注目。タルト、最後にやってくるのは調べ猫。男の子のタルト君と言います。さあ、それではこちらから行きましょう。せっかくなったら皆さんぜひワンニャンリビングに遊びに行ってあげてください。ところで、猫って気がついたら近くにいたなんてことありませんか。猫の足音が静かな秘密、実は爪にあるんです。猫は爪が出し入れ自由、普段歩いているときは爪をしまって歩いています。地面についているのはプリプリした柔らかい筋肉だけ。そのため猫の足音はとっても静かなんです。と言っている間に始まってお散歩は終了。皆さんありがとうございました。お散歩のタルトは次のお散歩だけと向かうようです。皆さん手を振ってお別れしましょう。バイバイ。それでは那須動物王国、この後もここより楽しんでいってください。それでは皆さん、またお会いしましょう。